ハゲトキ。なんで、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 モイラ。え、モイラ流行ってる今。モイラルーシオ流行ってる今。相手ルーシオとは限らんけど。ガノーなどありません。わあ！ハックされました。ナイスそれ。ブルドためな。ウェイ。ウェイ。絶対俺にヘイト向けさせてやるからよ。火力は出してくれよ。え、どうなったのこれ。ノー。はい、ミスったなざま。ゴリゴリゴリ。もうハックされすぎ問題。マジ？もう今のはもうちょやばくねえかお前。はい消した。はい消した。またいけるいけるいける。うわおお、来るべき。何回も結構いけそうな雰囲気あったけど。いやでもさ、ルシオモイラはなくない？ルシオモイラは。マジ？あ、待て待て、俺これぼっちやねん。やめてやめてやめて。絶対穴いた方がいいって。ゴリラ辛そうだもん。闇に飲まれたゴリラ。いや。ガチいけないこれ。え、ガチいけないこれ。いけると思うけど。怒った。OK OK OK OK。もう行っちゃっていいんじゃないこれ。相手もルシオ、え、ルシオモイラなの今時代は。ルシオモイラなん。ゴリラ後ろだし。ありがとうそのボール。危ねえ。火力がないお前なんて怖くねえんだよ。ああ危ねえ、危ない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 。ちゃんと帰ってくるディーバー。丸、これはね丸です。え、逃げた。ゴリ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 。うわルショーやったな。それはナイスーナイスー。行くぞ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 。おお、まだ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 。行くぞ行くぞ行くぞ。今の俺は遠距離できるんだ。気持ちいい方だった。いやいや、ディーバうまい。あざす。いい加減にせえや。飛んできた。
お、ディーバになった。わー、やばいなこれ。わー、ダメだ。あとなんか、はい、それはい、2回目今のはすげえたまたまだけどナイスナイスナイス。帰ったと思ったかバカめやべリバ楽しい、リバ楽しいよ。まあでも狭い場所は違うんだろうな。あ、なんか豚がいる。豚ダリアだ、やばいよ豚ダリアや。危ないなおめえ。あー、それ前出すぎ、出すぎやろさすがに今のは。なんかめっちゃ笑ってるけど。あいつあいつ、あ、嘘、俺そんな HP なかったの。あ、なるほどね。ちょ待って、これ立ち回り考えなあかんな。自分でヒールパック取るようなら立ち回りせなあかん。やばい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 。でもルシオ燃えてんだよな。やばいよそれ、釣られちゃうよこれさ。あれじゃね、あのルシオもそうだけどモイラは相当回復しないとヒール回らないんだろうな今。あ、ナイス、やばい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 。全然当たんない。ゴリーゴーリー、ごめんじゃん。いいよそれ、いいよそれ、もうやれるんじゃない。ダリア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 、オッケーオッケーオッケー。いや待って、ヒールちょうだい、回復して。おいらみんな生きり、おいこの生きりヒーラーども、ヒールしろお前おい、ウェーイ。ほらもう、うちのゴリラもう、もう、泣きそうだよ。あっ！ナイス。エコいんのか？なんかもう、圧倒的じゃないか。あ、シグマだ。逃げよ。相手諦めてないんだな一応。相手機動力高くない奴らバカだったら自爆刺さるんじゃねえか。でもメイちゃんおるか、やばいやばいやばい。あ、刺さるんじゃねえ。わあ、刺さんねえ、もう無理俺の自爆。あー、やばい、ゴリゴリ俺死んじゃうよ、ゴリ俺死んじゃうよ、ゴリ。ほら見て、あいつ下手くそシンプルな暴言が出てしまいました今。そんな油断してると取られちゃうぞ。ロロ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 ロ、ナイス。オラ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 、おらー、
い、はい、完封。まあこれで皆さん分かりましたよね。もう豚ザリーの時代は終わったって。てかルシオモイラ強くね？気のせい？もう全然攻撃側の時めっちゃヒールくれたのに、防衛の時はあんまりくれんかったけど。え？うまいな、ゼロ。ゼロうまいですね、この男。自爆、いつから自爆が重要だと勘違いしていた、錯覚していた。オッケー。ラウンド目標を確保して。リーバーって基本なんかあれだよね、ゴリラと行動するか、相手のゴリラをガン狙いするとダメージ稼げるんだよね。あれだね、フワついてるとマジでリーバーの火力だけでワンチャンやれるんじゃないかって思ってる。でもね、気持ちだよ、冗談抜きで軽くちょっと上がってる、そのダメージの出し方がね、メインの火力が上がったとかじゃなくて、なんか出し方、火力の 出方がなんか前よりちょっとだけ上がったような気がする。相手が下がったタイミングで打つと刺さる感じが好きね、これも好きだわ。それはまあ、今一人いないからこれ辛いよな。まあこうなるとしょうがないもんな、火力負けって感じだな。このゲームほど一人でもかけると辛いゲームなかなかないと思うわ。そうだからトレーサーだったら復帰早いだろうっていうトレーなんか考え方のトレーサーもいるけど、ダメなんだよな、そのいない間に押されるとどうしようもないもんな。どうしようもないわけでもないけど、でも5対6だ、 5対6ってわけだから辛いよなって話。こういうやつに対して火力の違い感じるよね。そうそうそう、あのアッシュとか言ってたね、アッシュ。あとトレーサーへのダメージもちょっと変わった。あのぶっちゃけタンクは変わらん、今まで通りタンクは変わらんけど、あの DPS に与えるダメージがちょっとだけ上がって倒しやすくなってるから、もう実質火力上がったって感じで。ここの自爆な、あっちに門のあっち側に打てばよかった。でも俺こっち来ると思ったもん、門のこっち側に、あっち側行っちゃったね。見て、ふわすぎるだけでこんだけ削れる火力、すごいよな。ふわも強くなったわな。はーい、配信頑張ります。ここな、これはねぶっちゃけ分かってた、相手がやってくるの。これね、相手のフォーカスがうまかった。俺ちょっと遅れたんだよね、俺もゲンジとトレーサーとゴリで一緒に相手のヒーラーを潰しに行けばよかったんだけど、ちょっと遅かったね俺の判断が。ディーバーはね、ディーバー使いたい人はね、基本ゴリラがいたらね、まあゴリラも上手くないといけないけど、基本ゴリラについていくような感じで、もしゴリラがそんな上手くなかったらなと思ったら、相手のゴリラが飛んでくるのを待ってもいいっていう立ち回りなのかな。最近で言えばそんな使えてないから分かんないけど、あ、マッチングしちゃった。